ブレンダン・オースティン・ロジャースは、アメリカ合衆国フロリダ州、セミノール郡レイクメアリー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のコロラドロッキーズ所属。2015年の MLB ドラフト一巡目で、コロラドロッキーズから指名され、球団史上最高額の契約金550万ドルで、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グランドジャンクション、ロッキーズで、 プロデビュー。37試合に出場して打率。273、3本塁打。20打点。4盗塁を記録した。2016年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、110試合に出場して打率。281、19本塁打。73打点。6盗塁を記録した。2017年に MLB.com が発表した。 プロスペクトランキングでは15位、ロッキーズの組織内では1位にランクインした。シーズンでは開幕から A 級ランカスタージェットホークスでプレイし、6月22日に A 級ハートフォードヤードゴーツへ昇格した。最終的に2球団合計で89試合に出場して打率、336、18本塁打、64打点に投塁を記録した。また、 この年は、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜にも選出された。2018年は AQ ハートフォードとトリプル AQ アルバカーキー、アイソトープスでプレイし、2球団合計で114試合に出場して打率、268、17本塁打、67打点、12、盗塁を記録した。また、この年もオールスターフューチャーズゲームの アメリカ合衆国選抜に選出された。2019年は開幕を AAA 級アルバカーキで迎え、5月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて7番二塁手でメジャーデビューを果たし、第1打席で打点を挙げた。走行手のバランスの良さが売りで長らく、 ロッキーズの顔だったトロイ・トロイツキーと比較される存在。プロ入り当時に課題とされたパワー面も成長中。スピードはないが、守備ではグラブ裁きと打球の反応が良い。ありがとうございます。